EE-9 カスカベルとは1970年代にブラジルのエンゲサが設計開発した六輪式の偵察火力支援用の双輪装甲車である。EE-9 の派生型で最も多数が生産されたカスカベル3はエンゲサ製の砲塔にベルギーの国家リルマーク 390mm 砲をライセンス生産したものを搭載している。EE-9 は 民生用の部品を多用しているのが特徴であり、EE-9 のコンポーネントの多くは、派生型である EE-11 ウルツ装甲兵員輸送車にも流用されている。EE-9 は、ラテンアメリカや中東、アフリカの第三世界諸国に広く輸出されている。イラン・イラク戦争においては、イラクとイランの双方がこれを購入、使用したほか、イラクは、 湾岸戦争においても使用している。イラクではまた、チェコスロバキアから輸入した OT-62 早機式、装甲兵員輸送車に EE-9 の9 0ト、mm、ル砲塔を搭載した改造車両を使用した。他にも、コロンビア軍がコロンビア革命軍を筆頭とする左翼ゲリラ組織の総統作戦に使用し、コロンビア最高再選挙事件では人質を取って、 立てこもる武装勢力の排除に使用されるなど、それなりの実戦経験を有している。アマル90に装備されているものと同型。ありがとうございます。